はい、皆さんこんにちは、モフリココとパピネンです。今日は2021年2月のブルームボックスのこれ中身のご紹介です。今月はねちょっとこれ面白い中身でしたよ。では、いつものようにサクサク参りたいと思います。まずはこれ、この英語の読み方がさっぱりわからん私です。そんなこれですね、中身の方が、なんかこんな風になってまして、で、出しますとこんな感じになってて、これこっからねクレンジング、洗顔、化粧水、オイル、乳液、クリームといったこれレジェナのトライアルになってます。そんなこれですね、2020年秋誕生の植物バイオメソッドロジーのブランドで、肌の基礎体力を根本からサポートとありました。で、いいなと思ったのはここにもあるんですが、環境負荷低減を推進されてまして、パンフのペーパーレスデジタル化を進めてはるんです。もうこういうの私大好きなんでね、早速ちょっとこのクレンジング、洗顔、乳液あたりをちょっと使ってみたんですが、残念なことにこの乳液使って超かゆみ出て飽きませんでした。もう本当に残念です。でもすごくいいブランドだなぁと個人的には思いました。はい、そして次がアンブリオリスのモイスチャークリームセンシティブ、15ml 1000円のこれ現品です。そんなこのセンシティブはですね、2021年1月発売のこれ新商品だそうで、これあのネットの方見ましたらこれ現在増量キャンペーンもされてました。そんなこのアンブリオリスですね、私的には日本でいうオロナインみたいなアイテムと思ってます。でもこのセンシティブが出たいうことでこれ手広げてはんねんなみたいに思いました。そんなこれですね、アルミの容器なんですよ。でその理由は空気が戻らないように、つまり中身が酸化しない工夫だそうです。なかなか考えてあるなと思いました。でこれですね、新商品いうことですし、またテクスチャーや使用感は別動画であげたい思います。はい、そして次がキスミーヒロインメイクロング&カールマスカラアドバンストフィルム黒 6g 1200円のこれがミニサンプルがやってきました。ミニサンプルというだけあってね、これなかなか小さいですよ。こんな風な感じになってます。で、このヒロインメイクのこのマスカラに関しては先に動画上げてますんで、どうぞ詳細の方はそちらを見てやってください。はい、そして次がビオレ UV バリアミーミネラルジェントルミルク 5ml のこれサンプルがやってきました。そんなこれですね、ここにも書いてあるんですが、花粉などの微粒子までバリアする2021年、つまりこれ今年発売の新商品のこれ日焼け止めなんですね。そんなこの、ビオレの日焼け止めですね、2層式になってまして、ちょっと使ったんですがへーって感じでした。これもまた別動画でちょっと詳しくやりますわ。興味ある方また見に来てください。はい、そして最後はダブビューティーレジリエンスシルキークリームクレンジング 165ml 700円のこれ現品がやってきました。これはすごいね、 165ml 700円、安いね、ものすごいリーズナブルやね。しかもこれクリームクレンジング、
これはちょっと使ってみるのが楽しみです。使ってみてよかったらこれもまた紹介しますわ。というわけで、今月もなかなか濃い内容でした。また来月が楽しみです。というわけで皆さん、また来月お会いいたしましょう。